風越山は、新州百名山の一つで、長野県飯田市西部にある標高1535メートルの山。中央アルプスの前衛に位置し、新・花の百名山に選定されている。主に花崗岩からなる。飯田市のシンボル的な山として、地元では、風越山や風越山と呼び親しまれている。正式な読み方は、風越山である。 言い出しの商品名や地名などには、風越しの名が多く見られる。権限山とも呼ばれる。山頂直下には、国の重要文化財に指定されている白山社、奥宮が鎮座するなど、古くから信仰の山として栄えてきた。東町への登山ルートには、表山道、滝の沢ルート、押し道、ルート、旧阿弥陀寺、日本杉ルート、高取屋山ルート、 権ン堂道ルート、マドカサトルサは、今倉の泉ルートの6種類がある。風越山の語源は、山頂近くに、大久保美と呼ばれる暗部があり、そこを、風が吹き越えることから来ている。中世の和歌にも、潜在衆には、藤原清介が、風越を、有効へ来れば、ほととギス六の雲の底になくなりと読んでいる。飯田市内の小学校、中学校、高校の校歌にもみな 風越山と歌われている。山中に白山大理大権現が祀られていることから、権現山とも呼ばれた。1949年、飯田西高等学校と飯田北高等学校が統合され、飯田府腰高等学校が誕生し、1965年頃から風越山と呼ぶ人が増えた。1970年以降に出版された地理書、各種の資料等でも、 風越山という振り仮名が使われている。また、風越郵便局などの固有名詞では、風越と呼んでいる。南東山麓から望む風越山、右側に、国像山標高1535メートルで前山が、河口岩からなる風越山は、基礎山無役の主猟線から盆地に向かってせり出している、屋根の先端の高まりで、あたかも独立峰のように周りより高くなっている。 南西に伸びる尾根上に標高1130メートルの国像山がある。山の両側は飯田松川と野底川谷によって深く掘り込まれている。飯田松川も野底川もその上流は北東南西方向で基礎山無役の方向と並走しており、1キロメートルも離れていないほど極端に接近している。この部分の分水嶺を腰だ峠といい、風、腰山の屋根は、 この越田峠によって切断されそうになっているため、独立峰のように見える。山を越えて稲田にへ吹き込み、霧の発生やスモックの移動、夏の雲海を作る風は、風越下ろしと呼ばれ、その風の強さは、飯田下稲では、数少ない風力発電の採算可能な地域に、なりうるほどのものであるとも言われる。サルコの泉サルコの泉は、風越山山麓の天竜川、水系。 窓か悟る沢に湧き出している南水の泉で1985年環境省により、名水百選に選ばれる。1829年に、佐藤総編流、福良ら流系が、茶の湯に最適な水を求めて天竜川水系を探していたところ発見したと言われる。石組や茶席が建設され、2月に、初釜茶会、5月に、野立茶会、4月から10月の日曜、 祝日に野立定茶を行っている。鳥居や水深網を持つ室町時代の建造物で国の重要文化財に指定されている。特徴的なハート型の葉を持つ紅葉樹で長野県の天然記念物に指定されている。紅葉する秋には家族連れのハイカーで賑わう。植生状態が良く、標高の高い地点までよく育ち、風越山が分布状の東北現地となっている。 風越山では標高800メートルの山腹から山上直下の1480メートル近くまで群生し、その分布の範囲は南北5.5キロメートル、東西3.5キロメートルに及ぶ。ありがとうございます。